こんにちは。さあ監督、はい、まあ、いろんな、まあ、監督とか人とか、まあ、選手も見てきたと思うんですけど、監督が一流の条件って感じることっていうのは何ですか？いや、簡単ね、教えれいいね。教える、うん、センスがある人がそういう運動をやってる、うん、だから上手くなりたいんです、うん、だからその監督コーチがそのためにいるはずだ、うん、今反対しよう、謝るのは監督コーチが謝るんだよ、バカで僕はそう思うよ。テレビにとって、ね、まあ、教わる人が威張ってね、監督コーチが謝って、あら、どうしてると思うよ。まあ、選手の方が結構強い立場でいることが多いですよね。いやー、だから上手にするね、やっぱりね、あの昔の巨人みたいに俺を見習えというよりも、これは絶対やれと言ってやらした方が早い、うん、でも根気がいるみたいな、うん、みんなね、1回でやった、2回でやったってようやったと思うのは、年単位で考えて、ね、うん、何年苦労してやるというぐらい思えばね、だからせっかくやってね、やっぱりダメかいってポッとやめて、他の言うこと聞いたらまたゼロになる。ずーっと行けばいいんだよ。でもそういう人は今いないもんね。まあ一流の条件っていうのはまず根気ということですか。ええ、まず根気、うん、もう信じたらこれって言ってね、うん、失敗しても信じてやれば良くなるんです、うんうん、それが今ない、教える人がいなくなったね、うん、まあ、教える時間っていうか、時間はあるんでしょうけど、いや、なんかスパンが短くなってますよね。いや、だけど監督がお前こっち来いよ、こうせいってやってるのに、さよならって行く、あの神経わからん、うん、広島のコーチがヤクルト入ってきて、うんうん、さよならってベーッとまた巨人に来るじゃない、うん、あれわからんな、うん、この監督がいて自分がいたんだって言ったら、うん、監督に教わるのが普通じゃない、うん、だから、ね、僕らの考えは監督になるには何でも一応知ってる。で、野手だったら野手は俺の上だ、ピッチャーは誰の上だ、だから詳しいことはこれに聞ける、担当に聞ける。だから監督はね、俺は知らんっていうのはバカでしょ、これは、あれに任せてるって、それは間違い。やっぱりお互いに勉強して、まあいいことを教えな、俺やったらこうしてるぞ、でお互いに勉強していけばね、うん、預かったコーチもだんだんものになる、うん、今全然そういうのはない、うん、だからバイバイって言っちゃうんだよ、うん、で2番目の一流の条件は知識ですよね、と向上心。でも自分とこに教えるコーチがいてね、よその先生であれから聞こうって、あれもわからんな俺、うん、自分のところの選手が絶対だっていう気にならねえ、バカにしてる勝負でね、うん、えっ、でコーチ何でも言わん、もうそう思わない、誰か、まあまあ、ね、言わないですよね、あんまりね、言わないっちゅうのはもうそんなやつダメ、うん、俺やったら全部クビやね、うん、あ、全部クビじゃ、うん、お前らダメやし、あの教える資格ないって、あれやったらいいんで、嘘ってもうん、あのしっかりしゃべるということですよね一流の条件監督一流の条件です、監督が考える、まあ、一流の条件、まあ、知識とか根気とか、あともう一つ挙げるとしたら、いや、重心は絶対に下の方がいい、これを 見ながらお前違うっていうコーチ監督いないの、結果が良ければいいという、それは目線を下げるということですか、選手のレベル。いえいえ、そういうことじゃなくて、結局気を出すというのはこの手やったらこっから出るよ、うん、ベッド、うん、ね、こうやっとってもこっから出たらビャーッとって生きてる、うん、足にはかかとから指先かどっちか分からんケースがある、うん、だからあのこの吉田知ってるけどね、かかとを上げるよ、ぐーっと上げたら指先にかかるんですよ、かかります、指先に近い、まあ、こういう風にかかるという、指先、この先まで来てる、はいはい、それではかかとに
そーって指先に感じながらそーって取りいいし、うんうんうん、それがトンってやったら変わってる、うん、ほんでこうちょっと押さえてフェッと触る、うん、そんな感じでこうやってほっとったらダメでしょ、うん、それから今流行りのそっちこう掘るときに声の方がいいや、うん、ファーストで倒れるの、うん、あ言いますね、ね、あれは絶対ダメ、うん、重心論を言ったらやっぱり目的がパッといく、うん、というのは根本さんがそうですね、うん、でこうでしょ、例えば分かれるこうやったらどうする、うん、手上がるでしょ、うん、お前昨日手上がるだろ、うん、まっすぐ行ったら横だよな、うんうん、こうやったら上がるな、上がります、ここでこう放る、うん、あんなこと言ったら放っても威力ない、うん、根本さんね誰に教わったかで本当につまらなくて口出すんだよ。いや、あの次、あのね、次の二軍の監督の時にピッチャー掘ったらね、置いていったんです。ほいで根本さんが教えるんです。ほいで杉本キャディーね、どうもこいつはいかんってね、ついていく原因になったんです。あれよく気がついたよ。うん、いたら変なこと教えられるということですね。そう。もう変なこと。あの月の相手の月ね、パーンつくでしょ。ほらこうやって血が出る。うん、これと同じよ。こうやってやっとるんだ。うん、だ体重を乗せていけということですよね。うん、投げの方向に。こ、う、れ、んうん、で僕ら内野手月通で東園先生に。あの先生、ラスナーが邪魔な時あるんですよ、うん、お前ラスナーを見るだろうって、うん、こうやってランナー見るから避けるんだよ、うん、関係で目標でやーっと言ったら向こうが避けるって言ったよ、うん、まあそうですよね。いやそれがやっぱり心を避けていくから、それだから日米野球で大学生殺されるんですよ、うん、ね、あれなんで弾が当たって死んだかで分かるやついないですよ、うんうん、あれ向こうのやつ危ないと思ったらランナーが避けるもん、うん、日本人は避けてくれると思ってるけど、そういう時にボカーってやる、うん、あれ惜しい方、うんうん、だからもっと分かりやすいね。ほいで医者がこれこういう生活したら病気にならんと言ったら、そういうことを言う医者がいる、まあ、あんまりいないです。ほいでもしやったら僕のとこへ来なさい、直してあげるという医者は僕は理想だと思う。まあまあそうですね。そういうこと言わない医者はね、やぶ医者、うん、一刀両断だからな。でも広岡さんが考える今まででベストものすごい一流の選手だった選手ってのはどなたなんですか？若い時ね、考えてできたのは吉田優秀、うん、でも晩年はできない、もう、うん、細胞が年を取ると萎縮するんです、はい、で頭が冴えても動かない、うんうん、これもう35、6になったら当然なる、うん、で吉田はね、あのお客さんにアピールするためにこう普通取ってパッと放ったら遅いからね、取ってパッパッとやるの、うん、若くできた、うん、それで彼はやった、それでも晩年はもうエイラするよ、うん、それはね、基本通りやらんから。うん、でもあのかっこいいですね、今こうやって構えを取っただけで、まあ、ちょっとやってみてくださいよ、こう。でも基本的に監督と吉田さんの守備は全く違ったって言いますよね。いや、僕は基本通り。どういうふうにですか？いや、もう基本通りよ。で、今のこっから見てこう構えるの、声これは長島、うん、休めほんでも若いうちは休めてもパッて行き、はいはい、年取ったらもう横って取れんもん、はい、休み。ほんでこうやっとかねえ、うん、だからこれも気合出てる、これ全部ほんで押されたら全部体がそう倒れんで、うん、ね、うん、そういう構えでこういう、うん、だからこうやっとってピッチャー申し出たこれで、うん、このままいけんの、これが盗塁でもこの成果の1点がセカンド1点動く、まあ、それを成果の1点っていうのはもうへそですよね、そう結局、はい、それをこう見て
教えてたら巨人のピッチャーにこんなんいないよ、うん、情けないね、まあ、一流の条件がちょっとずれてるけどね一番最近で最後に一流だなと思った選手ってどなたですか。いやもう監督が認める選手一人挙げるとしたら、うん、今はいない。いや、昔いえ吉田芳雄さん、うん、それは守備に関してですよね。守備でもバッティングでも己を知ってるよ。それ短く持って打つやろ。それでセンター前打ってくるよ。それで打ち損ねたサインが僕のところに来るね、うん、吉田分かってる、うん、サードへ来ないの、ショートに来るの。だからもうセンター中心に分かってるっていうことですよね、自分の力を。それでずーっとだからまあ監督が最初にこう言ったもう欲というか邪念を捨てろと、自分をよく知れということですよね。そうだからそれを知ってたのが吉田芳雄さんということですよね、うんうん、あれはねこれをやったらあいつに勝てんから俺はこうしようと思って考えたと思う。守備に関してですか。守備でもどこでもね、うん、あいつはそういう男ですよ、うん、あのちょっと欲張りなとこがある、ねうん、あれ監督やっとるのに吉田こうやっとるんだ全部当たるもん、うんうん、意表をついてすぐスクイーズやったりね、うん、あれやまあ性格ですよね、うん、相手の、うん、監督が認める3人の選手って誰ですか。吉田芳雄さん、三宅はあのやっぱり正確にとってシャーッとったね。やっぱ守備になりますね、守備になるな。三宅さん、うん、でもう一人誰だろうな、あの子も、まあ、監督ですよ ね監督はいや会えたはずです。いや長嶋は大丈夫、3年間期限付きですか期限付き3年間はね、いらっしゃらんと思うの取る。あれはね、砂町さんが偉いんかな、取るよ、パンパン取るよ、こう、ほんで、このピンチ下がる、こういうことをせよ、ほいで、3年過ぎたらね、ちょっと昼さん、僕、今日は動けないって、もう本当に動かないやつ、本当に動かないって言うんですね、自分で言うんですね、もうね、普通、目の前まで取るんで。それでパン投げて、AI のはね、ぴゃっと投げて止まらん、パン、出るでしょ、気合出る。まあ、あの体重が乗ってるっていうことですよね、そう投げる方向にね。あれやね、我々は気を出せる、うん、だから目標にパン、うんね、こうやるのもいいんですよ、うん、だから、早稲田行って、こうやって、上から、横から、下から、掘ることも覚えた。うんそれでなおかつ分かるときはボール取って、おい、パッと取ってみ、ちょっと、こういうの、これ使う、これを目標とか長いって使えてないんかいって、まあ、へそを目標に迎えてることですよね、監督、強いてあげれば今、現役選手で、上手い選手って誰ですか。上手いって、いや、これから、まあ、許せる範囲は。これからどうなるかなと言って言ったのが、故障して出なくなったりするあのソフトバンクのショート今宮選手健太、うん、でショートよ、はい、あいつはねピャーッと持ってた、うんうんうん、あいつだけですよ。あれ年ちょっともうどうなるかなって思ったらやめやがったね、なんか言いたくなって。どうしてやるの、ね、下半身の故障もあって肘も悪いらしい。いやこれが分からん。であの一番大事なのは今言ったね、下半身とか肘、自分が何か悪いからなるんですよ。正規にとったら痛いくならないんだよ。それを病院行ったら治ると思ってアホがねいや病院行ったら治ると思うんだよ。治るのは自分だ。自分にそれだけの治癒力、治す力を持ってるっていうのを教えねえよ。今源田とか西武のね、まあ坂本もそうじゃないですか、一頃の宮本とかいるじゃないですか。ダメですか。ダメダメ早っ。あれ坂本なんか新人の方が良かった、僕は教えたもん、坂本、あそこの監督今の払い、あれこれは面白いから教えてやってくださいって、それで基本を教えた。
何でも来る前にその気になっとるダメ、うんうんうん、今来たら通りいいんですよ。それはね、人工芝はいいんですよ。ほんで宮本なんかね、あれ松井優店かな、うん、あれがね、あの広くさん食べんじゃなくて聞けって言ってた。でお前な、取ったウィーしか掘れんから、うん、あの一流だったらな、どっからでも掘れねえ、嘘だよって、うん、でも あれは取れるけどウィーから、うん、そういう、でも今の選手にうまいよ、うん、ね、うん、それで井端、中日行った、はいはい、あれ滝監督の時に、お前な、うまいと思ってるよな、お前も一箇所しか掘れんからな、ダメって、うん、あれが巨人のコーチだもんね、うん、あいなの偉そうにいやいや、もう今いないですけどね、もういないけど、うん、結局やっぱ教えるっていうことは自分のやってることを教えるんじゃなくてスタンダードの教えでいいんですよ。自分がこうだってこればっかり教えてやるけん、やっぱり基本を教えてやれ。アマチュアはまず取ってステップして掘れ、うん、プロは投げるためにこたーパッと掘らねえから、だから出るわけ違うんだって。山下大輔さんもうまかったですか？うまかった。おお、うまかった。あれはあのサードに外人うまかった、ボイヤー。 あれは僕はニューヨークヤンキーの時見た、うん、うまいなこいつと思った。俺は日本に来たからね、ああいい先生来たなと思った。あ、それで山下さんも真似してうまくなったということですね。うん、監督はブレイザーとかも見てるんでしょ？ブレイザーはね、3から上上がった時は本当にね、貴重面、うん、パッてパッてパッて、これでノックしてパッパッと掘った、うん、あれのぐらい真剣に卵を扱わんとうまくならんなと気をつけさせてくれたのブレイザー。うん、やっぱ丁寧さと根気、まあ、それが大事だということですよね。だからもう最後の球を見るのに、こうやってパッと止まる球がシュッときたら、うん、自分受け身で、ね、らこうやってパッといけやね、うん、パッといってこれいいんだもん、うん、だから球がイレイレする瞬間パッといってシュッて、ね、うん、ブレザーに僕らは教わったね、うん、やっぱ師匠はね、はい、大切だということ。そういうことですよ ね、まあ、それと現役選手で上手い人はいないと、 もっと練習をとかしなきゃいけないと練習よりも今あの天然で空調でねよ、好きなだけ飲んでね、上手くなる気ないよまあ過酷に、まあ、過酷にね、うん、でもまあ、まあ、それしょうがないわけですよね、環境だから。いや、あれをやると儲けると思う、うん、金儲けをしたりしない、うん、でアメリカを真似するのもアメリカは平等でなくちゃ文句いいんですよ、うん、だからドラフトでもいい選手を取ったらいい新人を取れないんだよ、あげるんだもん、うん、あの FA で取ったらですよね、 FA なんか取るでしょ、はいはいはい、ほんとそこに順番が来ても取れないんですよ、うん、というのはね、用意どんでスタートするときもう順位が決まるような補強だったらアメリカ人来ないから、まあそうですね、うん、ではこいつは2年先、3年先に勝つために補強してる、ベテランを出して新人取る、うん、ああいう計算づくなの向こうは、うん、日本は損得で何でもやる、うん、うん、だから未だにくじ引きやるでしょ、うん、ドラス1位になる、あんなのやめたらいい。やっぱ弱い方から取っていくべきですよね。そうですね。戦力をこう、そう、あの整えていかないと、各チームが。向こうの GM の偉いのはね、僕らのところに来ますよ、うん、来てね、これでお前どうやって人を育てるんだとかね、どうやったら勝てるんだ聞いて、真似するんじゃなくて自分で消化してね、うん、これいいなと思って言うんです。で僕らの名前絶対出さん、うん、ああいうとこ向こうのやつはプライドがあってね、うん、ダメなやつは真似せんしね、うん、日本人は損得で何でも聞くから、うん、こうやって得する、うん、でローテーションなんか6日にいっぺんじゃない、うん、
だから冷やしようみたいなやんか。4日か5日にしたらゴルフして遊んでるいや、なんでいく、そのぐらいの年だもん、うん、エネルギーがあるんだよ。6日にいっぺんだったらあれどうするんだろう、持て余して、うん、まあ、いろんな変な方向に行かなければいいですよね。ああ、で監督、今の監督やはりでもろくなことやってないもんな。まあ、それはわかりませんが、また次の動画でいろいろ、はい。